おはようございます。お集まりいただきましてありがとうございます。ジョン万次郎役をやらせていただきます溝口拓也です。よろしくお願いします。はい、竹地ジョリー半平太役の荒木ひろみです。よろしくお願いします。はい、五右衛門役の石原相馬です。よろしくお願いします。はい、トラウマン役、そして福沢諭吉役の正木香織です。よろしくお願いします。ホイットフィールド役をやらせていただきます細貝慶です。よろしくお願いします。キャサリンと節約をジョン万次郎、初めてアメリカに渡った日本人としてすごく有名な人物ではあるんですけど、あまり一般的には知られてない部分もたくさん多かったりして、多分学校の授業とかで習わない部分がたくさんある中で、今回この舞台を通して、あ、こういう人生を歩んだ人なんだなということが伝わったらすごく嬉しいなと思います。すごい周りの人に支えられて成長していた人物で、いろんな人からいろんなものを吸収して、最後どういうふうに彼が成長を遂げるのかというところをぜひ見ていただけたらなと思います。はい、僕は一幕はジョリーという役で外国人の、漁師の役をやります。ジョリーは、日本に対してあまりいいイメージを持っていないというか、反日な感じのポジションで、2幕に入ったら竹地半平太という役で、日本人であること、日本文化、その時代にある、武士としての在り方というものに誇りを持った人物を演じています。この作品の見どころは、その時代1800半ば、40年から90年になる前までぐらいを描いているんですけど、その時にその海外ではどういうふうなことが起きてたのか、日本ではどういうふうなことが起きてたのか、それを両方知ることができる、まさにもっと歴史を知りたくなるようなシリーズになっていると思います。はい、僕は1幕2幕両方通して五右衛門という役を、一役演じさせていただきます。で、結構五右衛門は万次郎ともともと一緒に漁をしてて、遭難したうちの一人の人物なんですけど、結構後半まで一緒に万次郎と行動してることが多くて、まあ、その中でも結構当時の日本人の割と普通な考え方というか、万次郎がやっぱり結構好奇心旺盛で、いろんなことを知りたいっていう感性を持ってる中、五右衛門とかは特に否定とまではいかないですけど、なんかそれはさすがにやばいんじゃないかとかっていう、なんかちょっと万次郎を止めようともするけど、それでも万次郎はグイグイ行っちゃうみたいな、なんかそこでより万次郎のなんか好奇心旺盛さがなんか際立てばいいなと思って演じております。で、この作品の見どころは、まあ、もちろんその歴史のその当時何があったかっていう情報はしっかり伝えないといけない部分はたくさん盛り込まれつつも、結構1幕と2幕で結構場所とか動きとかも結構大きく変わって、1幕が結構序盤なんで、やっぱ海のシーンっていうか船とかだったり島のシーンが多いんですけど、2幕は結構盾とか結構アクションが入ってきて、すごく見応えのある作品になってるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。はい、僕は今回2役演じさせていただきます。1人はトラえもんという役で、彼も、ジョン万次郎と一緒に漂流してアメリカに渡った男なんですけど、やっぱりそのジョン万次郎とは対照的に、新しいこととかまだ分からないものに対して恐怖があったりとか、まだ近づきたくない、積極的になれないような男なので、その男が、アメリカに行った時にジョン万次郎とのこの差だったりだとか、対応というのがすごい見どころになるんじゃないかなと思ってます。そしてもう一人は福沢諭吉を演じさせていただきます。福沢諭吉は、学問に対してすごい探求したっていうことで、有名ですけど、その学問を探求して偉大な功績を残す前にジョン万次郎と出会って、どういうことに影響を受けたのかとか、彼が何を思ったのかとか、この舞台で、僕なりに表現していけたらいいなと思っています。そして、見どころはですね、やっぱり今回そのジョン万次郎を、見ていただく上ですごい見どころとなっていくのが、初めてその日本人が、今回で言えばアメリカンですね、そのアメリカの外国の
人と接した時にその言語の差だったりとか通じないけどどうにかあの言葉とか自分の気持ちを伝えようっていうのがすごく今回面白く描かれているのでその点とかもすごい注目していただけたらいいなと思っています。以上です。はい、僕が演じます、ホイットフィールドはですね捕鯨船の船長でしてそしてあのたまたま偶然にも無人島で漂流していた、ジョン万次郎たちと出会い、救出して船の中で、一緒に過ごすんですけどもその中で、ジョン万次郎という少年にすごく惹かれて、アメリカに連れて帰ってこの子を育てたいといういろんな知識を彼に与えたいという思いで、彼はアメリカに連れて帰り養子として迎えたわけなんですけども、見どころというのが本当にそこだなというそのドラマチックななかなか本当嘘のような本当の話でして、すごく、その出会いにその当時やっぱりアメリカとかすごい差別が本当すごかった時代だと思うんですね。その中で日本人の男の子を連れて帰るという、すごく勇気ある行動を取ったなという。そしてその中で2人がそれだけ信頼関係を築き上げたっていうのも本当にすごいことだなと思うので、その辺をすごく注目してみていただけたらキャサリンというアメリカ人の女性とテツという日本人の女性を今回演じていただくんですけれども、二人、全く違う女性ではあるんですけれども、二人ともジョン万次郎に影響を与えてそしてそばで支えてというところで共通点はあるんですけれどもでもやっぱりアメリカと日本ということで国も違って文化も違うと思うのでその支え方っていうのはきっとそれぞれで、ね、違ったと思うのでそういう違いを見せていけたらいいなと思っています。そして万次郎はこの作品の中でも本当にたくさんの人たちに出会って影響をもたらしてもたらされてということが起こっていくんですけれどもそんな中で女性だからこそ伝えられた言葉っていうのがやっぱりあったと思うのでそういうところを大切にたらいいなと思っております。そして見どころとしましてはやっぱりアメリカとこう日本っていうのが舞台になっていて国境を越えて描かれていますの でそして国境を越えて描かれていてさらにその中での本当に怒涛のように駆け巡る時代っていうのがこの作品の中でも描かれているのでそういったところを皆様に感じていただけるように私はその中で私なりに色を添えられるように努めてまいりたいと思います。たくさんありますよねたくさんあるねたくさんありますよね、うん、どうなんかパッと思いつくものあでも稽古中この劇場入ってからなんですけど僕ずっと一昨日自分の後ろについてるこれがずっと自分だけだと思い込んでて僕ずっと、ね、みんなに僕こんなに髪伸びたんだよっていうのをずっと言ってたら最後の最後で、まあ、付け毛なんだけどねそれで僕はすごい恥ずかしめを受けたっていうのだけエピソードです。可愛いって話可愛いバカだなって話すごい喜んでたんめっちゃ喜んでたんですよでなんかこうちょっとこれかっこよくないとか言って影ライトになった影とかを見ながら言ってたのに龍馬っぽいよねって言ってたそうちょっとこれあの某福山さんの龍馬彷彿とさせるぐらい影だけならみたいな言ってたら楽屋に戻ったら全然髪の色が違うみたいな注意して稽古中のエピソード僕は役者としてもちろん入ってたんですけども入ってるんですけどなぜかある時から英語の翻訳を頼まれたあったアメリカにずっと住んでたんですよでも翻訳なんてやったことがないんででも容赦なくどん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 増えてきてあれ俺何の人なんだっけ演技中になんか英語で話すっていうこともありましたそうだねその途中であったはいへえー、面白いの稽古期間でしたからね。ネタ？そうですね。面白いエピソードだな。すごくファンタジーな稽古場だったと思います。
セットも組めなかったので全部イメージの中でやってるからなんか一人一人見てる世界が違うんだろうな景色が違うんだろうなって思いながら、うん、稽古してたのでなんかこう舞台上でセリフを交わしてる人たちが、うん、どういう景色見てんだろうっていうのを想像しながらやってたのを覚えてます。そうですね、昨日すり合わせて答え合わせできてると思いますんで今日からは完成が見れると思います。でも本当にそのセットがなかなか組めなかったっていうのは大きかったっていうか結構大きいんでセットもだから結構あるとないじゃ全然違ってずっとその紐でラインをくくってやってたんですけどやっぱ全然高さとかも実際作ってみたら違うし結構台組できてからやるとすごいスリリングだなと思いながらずっとやってたんですけど本当に一歩間違えたら死ぬんじゃないかっていうぐらい、ねうん、そうね本当に気をつけないと、うん、出来上がったらすごい怖かったね本当に怖くてだいぶ緊張感がより増しましたね、はい。そうですね、個人的にすごいその稽古中に面白かったなって思うのは今回その2役演じる方が多いのでその役作りの上ですごいなんか稽古中にどん見つけようとする方が多くて僕もそうだったんですけどだから初日の稽古ではちょっとおとなしい役演じ方をしてた人が次の日にはすごいひょうきんな同じ人間を演じてるのにひょうきんに演じてたりとかそういう違いがもう稽古中は面白くてもう爆笑してましたね。はい、いやバータリーの時のことなんですけど最初の方で鳥島にいるっていうシーンがあるんですけど、うん、そこでそのシーンが終わったすぐに一旦止めますってなった時にそこに登っていく階段とかも降りていくものが何もなくて本当に5人がすごい取り残されててみんななんか体操座りしてすごい小さくなっててそれをなんかモニターでみんなで聞いて本当に孤島みたいな話をしてました。本当に降りられなくなったりするんですそのセットによっては、ねはい、セットも注目そうですね、はい、ありがとうございます。舞台ジョン万次郎本当に教科書で名前だけ見たことあるっていう方がやっぱりすごいたくさんいらっしゃって僕の周りにもたくさんいらっしゃる中で本当にこれを取り上げていただきしかもそこに出させていただけることが本当に光栄ですしなんといってもこの本当にさっき K さんがおっしゃってましたけども嘘のような本当の話で一幕で怒涛のようにどういう人生を歩んだかっていうのが描かれています。なのでその歴史が苦手という方もたくさんいらっしゃると思いますし僕自身正直そんなに得意ではないんですけれども本当に楽しんでます今その歴史が得意不得意ではなくこういう一人の人生物語っていう風に見ていただけると思いますし迫力もありますしぜひ気軽にというか本当にちょっと見てみようかなっていう風な感覚でぜひ来ていただけたらなと思います。僕らは全力で本当にここに少ししか立っていませんけれども本当にたくさんの人数の方に支えていただいてこの舞台は成り立っていますのでその勇姿をぜひ見に来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。